感無量です。はい、スーパーポジティブティーチャー福です。10月の16日、ポジティブ居酒屋思いやり5周年を迎えることができました。ありがとうございます。このお店を5年前にですね、このお店が誕生して、そして10月の16日に5周年を迎えることができました。本当に多くの方々にこのお店へ来ていただいて支えられて、この5周年というですね、大きな節目を迎えることができて、本当に幸せな気持ちでいっぱいです。多くの方にですね、お祝いをしていただきました。ただ今回ですね、コロナの関係でですね、イベントを一切しませんでした。なのでポジティブ豊かな思い出が5周年ということもほとんどですね、告知もせずに、もういつも通り通常営業でやろうと、密になってしまってもね、こんな本当に大切な日にクラスターが起きてしまったとか、誰かがコロナにかかってしまったとか、そういうのが起きてしまったらもう一生ね、僕は後悔すると思ったんで、今回はですね、イベントをせず、本当通常営業として、本当来てくれた方に、僕はですね、こうありがとうの気持ちを込めて豚汁をですね、無料で配ってというような、本当にささやかなね、そういう日だったんですけども、やっぱりこのポジティブ居酒屋思いやりのことをね、大好きな方々、しっかりと10月16日が周年っていうのもしっかりちゃんとね、自分のスケジュールに入れて来てくれた方もいらっしゃって、こんな素敵なね、花もいただいて、もう本当この言葉につきます。感無量です。こんなに嬉しいことはないですよ、ね、本当にね。このお店をオープンするときに決めたことがあって、一つはですね、もう広告を一切使わないと、広告費を一切かけない。僕は前々職はキャッチをしてこう居酒屋にお客さんを呼ぶというですね、仕事をしてたこともあったんですよ。でまずお客さんを呼ぶために、こう歩いてる人にお願いしますって言って、で止めて、で割引しますねみたいな感じでこうお店にね、誘導すると。でそんなことしなくても、広告も使わなくても、それでも来たお客様が満足してくれて、そしてまた来たいって思ってもらって、その縁でお店ってできるんじゃないかなってずっと僕は思ってました。でもね、チェーン店とか僕が今まで働いたお店でそういう話をしたとしても、そんなこと無理だよと、いやそれは理想論だよと言って、どこの会社に属してもそんなやり方をね、するような会社はありませんでした。もちろんキャパがね、もう60席とか80席とか、まあ、でか大きいところでは182席ぐらいのところまで僕は店長でやったことあるんですけど、まあ、それぐらいの規模を口コミだけで回すなんて誰もね、取り入ってくれませんでした。でも絶対にできると僕は思って、このポジティブ居酒屋というお店を一切広告も使わずに、それも立地だって良くないです、本当に雑居ビルのね、地下の1階、場所もね、新宿駅から歩いてね8分とか10分とか、まあ、それぐらいの場所です。このお店をオープンするときに多くの人たちに言われました。この場所やめた方がいいよ、地下の1階なんてもう一番飲食店としてそこの場所に入っちゃダメだよと。もしこれがね、マクドナルドとか、これが大戸屋さんとか、もうブランドがあるね、そういうチェーン店のお店だったら地下の1階だとしても、そのブランドが分かるからお客さんも来るかもしれないけど、そんなわけも分かんない名前のポジティブだから思い出みたいな名前のお店でできるわけねえだろうと。
もうそんな甘くないよと、飲食店もう舐めてんのかと言われたこともありました。でも僕は立証したかった。できると、そういう店をできるんだと思って、僕は自分の意思を貫き通しました。もちろん苦しいこともありました。最初は1ヶ月2ヶ月はお客様ね、僕のことを知ってる人たちはいっぱい来てくれて、はあ、嬉しいなと、ああこのまま順調に行くのかなと思ったら、3ヶ月目にねパタッとお客様来なくなりました。初めはねお祝いの意味を込めてお客様来てくれるんですね。ただそれは1回だけ、2回目以降はね本当にこの近隣のもう通いやすい人しか来れないんですよ。で悩んだ時期もあって、そこであるですねシステム、口コミとか、口コミをこう促進するようなそういうシステムがあるよっていうですね、お店にも毎日のように来てくれるお客様から言われてですね、興味を持ちまして、でもその人すごいいい方だったんで、そのシステムどんなシステムですかって言ったらですね、まあ、このお店に来たら自動的に Bluetooth を通してですねこうポイントが溜まっていくみたいで、それを登録してくれたらその人とも直接連絡ができるみたいな、この新しい画期的なシステムどうですかっていうことで、その時僕は非常に無知で、来てくれたそのお客様もすごくいい方だったんで、分割だったらいいかなと思いましてですね、200万近くですね、もう5年間に分けて分割でそのシステムをですね導入しました。はい。そしたらその方はですね、今までもう毎日のように来ていた方が週4になり週3になり週2になり週1になり、そしてこの店には来なくなってしまいました。そのシステム自体は最初は運用してたんですけども、やっぱりちょっと僕の考えてるやり方とは違うなと思ってですね、結局使わなくなってしまったんですよ。で残ったのは200万円の借金のみと、結局まあね、騙されたといえば騙されたんです。でも僕は今はね良かったと思ってます。その時にもし500万とか1000万の借金だったら僕は返せられなかったと思います。でもその時に200万円それも分割で月々ね5万円ぐらい毎月のようにねまあ取られてはいたんですけど、まあ、クーリングオフもねもうその期間の時はその方は来てたんで、まあ、それ以降ねクーリングオフが終わってしまった期間ぐらい になったらもう来なくなってしまって、解約もできないし購入してるしもうどうしようもない状態、まあ、それを全て受け入れてね、それでもやっていかなくちゃいけないと、お客様も本当に厳しい時期もねありました。でもそれでもね助けてくれる方もいっぱいいて、余ってしまった確認を僕はいろんな店舗に配って、近隣の店舗に配っていったら、目の前の麺屋翔さんは、え今日やってるんですか、やってます、じゃあ行きますって言ってね、そこのお店のメンバーが深夜にね来てくれました。それから約半年間誰かしら麺屋翔の誰かがこの店に来てくれるという形になりました。だからこの店はオープンしてから5年経っても一度も脳下しというのを経験したことがありません。台風の日もそうです。びちょびちょになりながら来てくれる、ね、方もいました。本当に多くの方に支えられてこの店が5周年を迎えることができて、もう感無量の言葉一言にまとめられると思います。僕はこの店を続けていきます。絶対に潰さないです。
それは僕はこの16日に来てくれた、本当に初期の1周年の時に祝ってくれたメンバーが5人ぐらいいたんですよ。このお店の1周年祝ってくれた常連のお客様が5周年の時でも5人も残って来てくれる、めちゃくちゃ嬉しいですね。もう嬉しいという言葉以上の最上級の言葉があるんだったらそれを使いたいぐらい、本当に本当に感謝しかないです。絶対にこの店は潰さないです。僕の命に変えて守っていきます。そしていつでもね帰ってこれる場所があるって、もしね常連のお客様引っ越してなかなか来れなくなったとしても1年に1回でもこの場所に来たら前の本当に思い出がいっぱい詰まったこのお店があると、どれだけねそれが本当に嬉しいことか、そのお客様にとっても僕にとってもこの場所に来れば昔の仲間が待っててくれたりとか、また新たな人との出会いがあったりとか、そうやって縁をね大切に大切に大切に育てていってこの店があります。僕は10月の16日に涙が止まりませんでした。僕は本気になった時にしか涙が出ないんですよ。あの涙はこの5年間本気で自分の全てをかけてこのお店に自分がやれることを全て出し切ったからこそ出てきた涙だと思います。おかげさまで僕のやりたいお笑いの活動もできるようになりました。大切な人と出会って結婚もすることもできました。子供も誕生しました。僕がやりたかった講演活動もできました。テレビにね出たいと思ってですね、そういう言葉を伝えていたらアメーバプライムというニュース番組で特集で出ることもできました。2号店出したいと思ったらオープンして1年後に2号店を出すこともできました。やっぱりこのポジティブというものを僕は選び続けて今の自分があるし、思いやりという言葉をずっと考え続けて悩む苦しみながら罵声浴びさせられながら、それでもこのポジティブという言葉と思いやりという言葉を背負って生きてきて今の自分があるし、本当にこれは僕だけの力ではなくて、今のこの環境というのは多くの応援してくれてる仲間がいるから、来てくれたお客様がいるから今の僕があります。これからももっともっとお客様に対して感謝の気持ちをもっと深いところまで感じて、そして自分でチャレンジする背中を見せ続けながら、このお店でまずは一日自分が本当やりきれたのかということを自問自答しながら反省しながら、それでも1ミリでもいい、ちょっとでも自分のなりたい自分、そして喜んでいただける人の笑顔、これを考え続けながら求め続けながら、これからもこのポジティブ豊か思いやりを未熟ながらももっともっと成長しながらやってきたと思います。本当にこれを見てくださる方々も本当にありがとうございます。これからも
日々精進しながら頑張っていきます。ということで以上、毎日ポジティブ550回目でございました。ご視聴ありがとうございます。